どうも、おつか歴史くんでございます。8月11日、今日の歴史3分講座。日本史上唯一お亡くなりになってから征夷大将軍になった方がいたみたいなんです。本日8月11日はですね、室町幕府初代将軍足利尊氏さんが征夷大将軍に就任した日でございます。おめでとうございます。まあ、おめでとうございますと言ってもね、ここからもう南北朝時代、南北朝の動乱の真っ只中になりますんでね、おめでたいとは言いづらいんですけども、まあでもこの1338年の8月11日から室町幕府がスタートしたというふうにも言えますね。ただね、今みたいに総理大臣がこの人になりました、この人の内閣がスタートしましたというわけではないので、室町幕府のスタート時期は諸説ありますね。もう一個有力なのは、建武式目という17条の室町幕府の方針を発表したのがこれよりも2年前ですので、1336年が室町幕府のスタートという見解もありますね。でも足利尊氏さんは室町幕府の15人続く征夷大将軍の初代ですけども、幕府の将軍は全員で39人いますね。鎌倉が9人、江戸が15人、足して39人ですね。でそれよりも遡ると2人征夷大将軍になってる人がいますね。時代は平安時代、始まった頃ですね。794年に初めて征夷大将軍に任じられたのが大友の音丸さんという方ですね。任じたのは桓武天皇ですね。平安京に遷都した天皇ですね。まあ、あまり知られてないお方ですけども、この方はですね、蝦夷征伐とかもやった坂の上の田村麻呂さんの上司にあたるお方ですね。でその時部下だった、まあ、副将軍のような感じで蝦夷征伐に参加していた坂の上の田村麻呂さんが征夷大将軍にまた任じられて、でその後もう一回任じられてますね。なので、まあ、7月30日の足利義胤さんとこで征夷大将軍2度なったのは足利義胤さんだけというような感じでご紹介しましたけども、あくまであれは幕府の将軍として2回将軍になったのは足利義胤さんだけで、幕府を除くと坂の上の田村麻呂さんも2回将軍になってるんですね。で実はね、それ以外にもね、将軍がおりまして、なんと唯一お亡くなりになった後将軍になった人物がいるんですね。これはね、室町時代じゃないですね。鎌倉でもないです。江戸時代の中頃、1710年に将軍が一人誕生してるんですね。誰かというと徳川綱重さんというお方です。でこの徳川綱重さん、誰かと言いますと、お父さんが三代将軍の徳川家光さんで、お兄さんに4代将軍の徳川家綱さんで、弟に5代将軍の生類憐みの令で有名な徳川綱吉さんで、息子に6代将軍の徳川家信さんがいらっしゃるという、ちょうどど真ん中にいるお方で 4.5 代将軍みたいな感じですかね。でなんでそんなイレギュラーな将軍が誕生したかというと、この方、まあ血筋的にはね、将軍になっても全然問題ないですよね。ただね、早死にしてしまうんですね。4代将軍のお兄さんの家綱よりも先にお亡くなりになってしまうんですね。なので当然将軍になるチャンスは生前はなかったということで、で弟の綱吉さんが5代になって、ただ後継者がいなかったということで、将軍後継者に指名されたのが綱重さんの息子である徳川家信さんですね。で6代将軍になるわけですけども、その息子徳川家信さんが将軍の時代1710年に征夷大将軍に任じられてるんですね。これお亡くなりになった後に征夷大将軍になったのはこの徳川綱重さんただ一人ですね。で日本史上の征夷大将軍は以上かというと、まだいるんですよ。これが今日将軍になった足利尊氏さんが大いに関係してるんですけども、尊氏さんの時代から南北朝時代に突入していきますけども、朝廷が北と南に分裂してしまうわけですね。で北の方の北朝の方の征夷大将軍は当然足利家なんですけども、南朝の方も独自の朝廷ですので征夷大将軍を任じていいんですね。なので後醍醐天皇の息子3人がですね、征夷大将軍になってますね。森吉親王、成吉親王、宗吉親王ですね。あと南朝の中心人物で忠義王っていうのもいて、この方も征夷大将軍になったんじゃないかというふうに言われてますね。なんだか征夷大将軍のことって知ってそうで知らないことがたくさんあるんですよね。まあ私もこのヘポコ征夷大将軍っていう本書いた時、歴代の征夷大将軍全部書いてるんですけども、今までの知識の整理整頓はもちろんなんですけど、新しい知識もたくさん得ましたんでね、なんかこうまとめてみるっていうのは大切なことですね。まあ宣伝じゃないんですけど、宣伝になっちゃいましたね。おすすめです以上、8月11日、今日の歴史3分講座でした。今日も一日、頑張る歴史。